ターを始めたのは、5歳ぐらいからで、始めたきっかけは、僕のお姉ちゃんの同級生の男の子がいたんですけど、その人に連れられて一緒にサッカーしたのが始めたきっかけです。そうですね、まあ、基本的にやんちゃでなんかいたずらもよくしてましたし、まあ好奇心旺盛な子供だったなと思います。そうですね、まあ、小学校6年生の時に、ジュビロ磐田のジュニアチームのがすごく強かったんですけど、そのチームから得点できたのはすごく印象に残ってます。そうですね、まあ、いっぱいあると思いますけど、まあ、夢を持ち続けるっていうことと、やっぱ何事も諦めないというか、どんな壁にぶつかってもその夢を持ち続けるっていうことが一番大事だと思うので、僕はそれができたからプロサッカー選手になれたと思っています。そうですね、まあ先ほども言ったんですけど、本当に夢を持ち続けるというか、しっかり自分の信念を持ってやり続けることが大事だと思いますし、本当に家族や周りの監督とかチームメイトとかの応援は絶対必要なので、応援してもらえるような人間になってほしいなと思います。